FC 東京の10番といえば梶山陽平。2008年の北京五輪では香川真司や本田圭佑を差し置いて10番を背負い、天才ミッドフィルダーとして名を馳せた逸材です。そんな梶山のベストゴールの一つといえばこのゴールではないでしょうか。スペインの強豪、当時一部であったデポルティーボ相手に見せたこのスーパーミドル、圧巻です。そんな梶山、長く苦しんできた怪我の影響で2018年に引退。元日本代表の太田康介に言わせれば、僕の中で天才というと小野伸二さんと梶山くんが浮かびます。